フランスの写本に描かれたフェニックス。フェニックス、またはフェニックス、ラテン語、英語、フェニックスは、死んでも蘇ることで永遠の時を生きると言われる、伝説上の鳥である。寿命を迎えると、自ら、焚き木から燃え上がる炎に飛び込んで死ぬが、再び蘇るとされており、不死鳥、もしくは見た目、または、伝承から火の鳥とも言われる。フェニックスとは、 ラテン語での呼び方であり、ギリシア語では、ポイニクスと呼ばれる。この名前は、ギリシア語の赤を意味する単語に由来するとも、同じく紫を意味する単語に由来するとも言われている。古代エジプトで描かれたベンヌ。フェニックスは、古代エジプトの神話に登場する、聖なる鳥、ベンヌがその原型だと考えられている。当時のエジプト人は、太陽神ラーに従うベンヌは、 ヘリオポリスのラーの神殿で燃やされている炎へ、舞を飛び込んで死に、毎朝その炎から生まれると信じていた。ベンヌはすなわち、舞友に、沈み毎朝昇る太陽を象徴していた。この話が古代ギリシアの歴史家、ヘロドトスのもとに伝えられると、彼は、その著作、歴史において、エジプトの東方に位置するアラビアに住む、トリフェニックスとして紹介した。 そこでのフェニックスは、ワシに似た体型の、金色と赤で彩られた羽毛を持つ鳥で、父親の鳥が死ぬとその意外を、雛鳥が持つ役でできた入れ物に入れて、ヘリオポリスに運ぶ習性があるとされた。コンスタンティウス2世の時代のコインにあしらわれた、フェニックス。2世紀から3世紀頃に制作されたと見られる、モザイク画のフェニックス。 初期キリスト教の司教であった聖クレメンスが記したところではフェニックスは寿命を迎えると自分で香料やもつ薬などを集めて棺を準備してその中に入り間もなく死ぬとその意外から虫が生まれて意外を食べ尽くしやがて虫に羽毛が生えて飛んでいくとされた同様の記述はプリニウスの博物誌にもすでに見られているなお古代ローマの歴史家タキトゥスの 年代記によると34年にフェニックスが現れたという。フェニックスの伝承は古代ギリシアや古代ローマの著述家によって次第に変化していった。ローマの地理学者メラは43年頃にその著作、知史においてフェニックスは500年経つと自分で積み上げた香料を焚き木として炎の中で死ぬがその炎から再び生まれてきて 自分の一骨をエジプトに運んで埋葬する胸を記した。ローマの著述家ソリヌスは、フェニックスが住むのはアラビアだとし、その羽毛や羽の色合いの豪華さを記述している。またソリヌスは、エジプトで、フェニックスの一羽が捕まり、クラウディウス皇帝時代のローマに運ばれて、多くの人が見物した胸を記述している。二世紀から四世紀にかけて成立したフィシオロゴスでのフェニックスは、 500年ごとに方向を羽いっぱいに持ってヘリオポリスの神官の元へ行き祭壇の炎の中で焼死するそして翌日その場所に生じた虫が3日目には元のフェニックスの姿にまで育ち神官に挨拶をしてから故郷へ飛んでいくとされているその外観は羽や頭部や足に宝石や装飾具がついているとされているフェニックスの寿命については フィシオロゴスを、はじめ多くの人が500年だとしているが、プリニウスやソリヌスは540年だとし、タキトゥスは1461年だとした。タキトゥスの意見は、後世シリウスが、日の出の直前に登る人エジプトで、新年の始まる人が、同じになる周期に基づいている。アバディーン動物群移住の中に描かれたフェニックス。同じく、アバディーン動物群移住でのフェニックス。 自ら消死した後に蘇るという伝説は、エジプト神話をルーツとしながらもギリシアローマの著述家によって作られたものである。しかし、ローマ帝国では繁栄の象徴となり、フェニックスの姿がコインやモザイク画にあしらわれるようになった。また、キリスト教徒にとっても死んだ後に復活するフェニックスは、キリストの復活を象徴するものとなった。フィシオロゴスでは、 創造主を崇めることもない。この鳥さえ死から蘇るならば、神を崇める我々が復活しないはずがない。といった内容の文言が書かれた。キリスト教徒はこの鳥を再生のシンボルと見ました。10世紀成立のエクセター写本に収録された8世紀に作られた詩フェニックスの中では、フェニックスの復活とキリストの復活とが関連付けられている。こうしたこともあって、 今日に至るまで、不死鳥イコールフェニックスのイメージが多くの人々に受け入れられている。フェニックスは中世や近世の旅行記にもたびたび登場している。ジョン・マンデビルによるマンデビルの旅行記でも、自らを消死させて3日後によみがえることや、孔雀のようなト坂を持ち、姿を見た人に幸せをもたらすことなどが記録されている。また中世の政務日課祈祷書や、 動物群和集でもしばしば言及された。錬金術においては、賢者の石を象徴するものだとされた。すなわち、第一質量が消失し賢者の石として再生される、様子がフェニックスになぞらえられた。フェニックスの起源については、アジアに生息する、金系鳥だとする説もある。洋販ヤーの表した、悪魔の偽王国や、作者不明のグリモワール・レメゲトンの第一部、 ゴエティアには鳥のフェニックスのような姿で現れるというフェニックスという名の悪魔が記載されている。ゴエティアではソロモン王が刺激したといわれる72悪魔の一角を担う序列37番の大いなる公爵とされる。アレースター・クローリーの出版したゴエティアではフェニックスの綴りになっている。不死鳥のフェニックスと区別して悪魔のフェニックスをフェネックスと呼ぶ場合もある。 自策に優れており、話す言葉も自然に死になるが、人間の姿を撮った時は耳を塞ぎたくなるほど、聞き苦しい声で喋るという。建物が火災保険に加入していることを示す表彰に描かれたフェニックス復興祈願花火フェニックス今日でも、フェニックスの衣装は、家屋の紋章、特に火災保険に関連する建物の紋章にあしらわれている。また、 大災害などからの復興事業などに何度も蘇る不死鳥にあやかってフェニックスという名称をつけることがある。以下に日本での事例を挙げる。海上自衛隊の紹介ヘリコプター SH-60J の機体に描かれたヒューガのロゴマークほか、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦ヒューガは、官名の由来となった宮崎県における県北フェニックスにちなみ、 不死鳥フェニックスをあしらった衣装を冠を呼び、搭載ヘリコプターのエンブレムとして採用している。中世アラビアでは、炎の中に生きる伝説の動物サラマンダーとフェニックスが混同され、サラマンダーが鳥となったものがフェニックスだとされていたという。中国の伝説にある鳳凰はフェニックスに似た存在だと考えられ、混同されることも多い。なお、星座のフェニックスが、 法座と訳されるがこれは東西で訳語的に対応するものという意味で五人に基づいたものではない。この声語詞は四世紀のローマの著述家のラクタンティウスによる死、不死鳥についての歌に基づいている。ありがとうございます。